はい、はい、ありがとうございました。はい、すお疲れした。ありがとうございました。やばい、寒い。あっという間になっちゃいました。今の気持ちとしては、うん、こう楽しみなのかちょっと寂しいのか、どっちもですね。やっぱり久しぶりにこう満員で大きいところでできるっていうのはすっごい嬉しいんですけど、まあ全く寂しくないかって言ったら嘘ですし、みんな面白いし、寂しいっちゃ寂しい。でも今ちょっと寒いのが勝っちゃってリハ泣くかなと思ったら寒かったんですね。でもみんな結構リハから泣いてますよね。泣いてますね。それは大丈夫だった。ちょっと泣きそうにはなったけど寒かった。やっぱりすごい可愛いから撮ろう。着いたらまた来たら、私が間に合わなかったら眉だけ整えた方がいいって言ってる。間に合うでしょ。間に合うと信じて、もしいなかったら出て。分かった。こうやって出てこうやってればいい。余裕です。音はもう音も出しちゃってください。その時は間に合わないときに、うん、でもそしたら多分1号にはさすがに入れる。いや、間に合うでしょ。1号までで絶対 100% 最後1号も1人行けるから届けばいつでも大丈夫です。やばい、ゼロ。じゃあ続いていきます。はい、よろしくお願いします。タコちゃん、虹。どこ？あ、ホームじゃん。ホームじゃん。虹やばくない？ねえ、なんか泣いちゃいました。花とかなんかゆいゆいとかが泣いて悲しかったです。なんか自分がっていうよりもなんかメンバーが泣いてるの見ると、なっちゃん、はい、
ビハネの変更点がジュアルデイズじゃないや。さしこちゃん、私たちアイドルの移動のタイミングが掛け声やってはーいのタイミングで高速移動のタイミングが変わりました。あとサクタメの HKT メンバーのニサビ頭から移動です。お願いします。ゲストメンバーの皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さしこちゃん卒業コンサート行くので、行きます。じゃあみんな最後頑張りましょう。ありがとう、はい、行きます。さしこちゃん卒業コンサート行くぞ。正面こっちで。やばい、泣いちゃう。ちょっと綿棒で吸い取れた、綿棒で吸い取れた。泣かないで。じゃこれでいきまーす。ラストです。